おいおい、もう最悪だよ。動画撮り直した。嘘です。まぁ、あ、ね。後編、まあ中編かもしれない。明細シガレットさんの良さをね。CM に終わって、よく言われる芸人さんがこう言ってる。CM のあの、あれ。うどん食って、次油揚げですよっていうのにまたうどん食わせてっていう。みたいな。だから明細シガレットさんの良さですね。ちょっと事故で。 あの動画が止まっちゃったんでね。編集技術ないんで僕つ、つ、なげません。配慮なし人間ということで。まあ、家に名倉がいるドッキリっていうね。もう癖ですよ。癖のかまったり。中富のかまったりみたいなね。塊で、癖の塊まりっていうね。などいや、名倉やないかいっていう。なんだそのツッコミ。だから、寿司ラーメンリく君を彷彿とさせるトークの独特さをね、があるんですよ。 あっしらーめんりくくん書いてあっしらー入ってた。これは後で話しますけど、その独特なトークみたいな。で、独特、まあ、BGM もしっかり選んできてるから、やっぱ本気なんだなっていうのは思いますけど、週1でマイペースに投稿してるけど、まあ、その下ネタ全裸系が多すぎて、えー、2週間、バンになったっていう、まあ、お茶目な一面もあると言われるところでしょうけど、まあ、単純に攻めすぎてバン食らったっていうね。 やばいですよ。次多分、なんか、1ヶ月とかになるでしょ。俺 <laughs>、バンになったことないんですよね。って言うとすぐバンになるからやめとけ。な、ヒカキン大嫌いで、この野郎みたいな動画出したらバンになるぞ、簡単に。うん。まあ、明細仕事さんのね、なるせさんは面白いかなって思いますよね。テトくんって TikTok ね。じゃそんなお前なんかやつは、あのー、自分の陰部のモザイクにしてやるよ、みたいな。 よくわかんないね、とか。いや、まあ、その独特な魅力がある人で僕は好きです。えー、ヒカルさんがヒカルさんの良さって何か。まあ、ヒカルさん、まあ、言わずもがな、みたいなところありますけどね。魅力が言わずもがなじゃなくて、まあ、人気がね。うん、やっぱ店長とのトークじゃないですか。で、あの、例え方が、その、例え方が変なのを狙いすぎて例えられてないっていうのも面白いところですけどね。なんかこれ、みたいな。 なあなその例え方とか、そのボケ方が独特ってのはありますから、ね。わざと変なもので例えても、もうそれ例えじゃないよみたいなところありますよね。で、話術ですよ。あの圧倒的な。その、画面に吸い込まれるような話術で。まあ僕は信者なんで、まあ、吸い込まれても35分が1秒のように過ぎてしまうという。<laughs> それは病気。うん。それは病気、うん。35分が1秒で過ぎたらそれはやばい。 お前何億年生きてんだよって話になるじゃないですか。何億年なのよ。あまあね、最低でも3672、長年は生きてますけどね。うん。超でしたって、ねハンカ超か。ハンカチでしたいや。何けどハンカチでした。みたいなね。この、メガネのフレームで目を隠す、ボケみたいな。ね。ボケの斬新ですからね。でした。って言って、ね、剣道やってる方なのボケの斬新はこれ,これですから。 斬新とか言うな。剣道に失礼だぞという、ね。まあ、ヒカルさんの話術が好きでね、店長さんの掛け合いとか、面白い人が周りにいるよね。うん。っていうのと、一番好きなシリーズは何かなって言たらやっぱラファエルさんとの科学反応。あれが面白いね。うん。ラファエルさんとの科学反応が一番面白い。ラファエルさんが面白いっていうのもある。まあ僕ね、ヒカルゲームズの時代から見てるんじゃなくて、俺、いつの時代から見てるかって言うと、ヒカルさんが、 パソコン時代で1500万円稼ぐ男って時から俺見てるんですよ。そっからのやっぱ俺はファンで。<laughs> そっから俺はもう光さん信者が始まってんです。だから、なんか見たことあるなって動画なんですよね。だから、あの、じゃあみたいな感じで動画で、なんか俺も YouTube ずっと見てたんですけど、意外にそういう動画多かったんですよ。ね。誰でも稼げるけどみんなが言わないお金持ちの秘密みたいな。それあるけど、 あえて顔出してるってところに好感が持てて見たんですよ。あの、そういうのでやっぱ顔出すっていうのはリスクが高いじゃないですか。そういうとこで、そういうなんかね、うさんくさい系の話、顔出す。やばって思って。見たことないですよ。まあ、そこで惹かれたってのもありますよね。そういうやっぱうさんくさい話に、あえて顔を出していくスタイル。えー、もしもこんな人をプロデュースならシリーズみたいなね。いや、でもそんなシリーズ知らねえよっていう話から始まるんですけど。 まあ、好きですよね、俺は。そっからもう俺で、やっぱりもう、ぬめり込んだのがの、ぬめり込んだって。ぬめりを塗り込んだみたいに言うな。のめり込んだのが、<laughs> あの、あれですね、イルルカの実況ですよね。イルルカの実況って,って、えー、ドラクエで発売されるんだって思って。まあ、テリーから、まあなんで俺、なんで俺がテリーの、まあ、ドラゴンクエストシリーズのリメイク、 テリーのワンラーランド 3D バージョンは、あの、高橋名人がやってたんでやりました。はい。それだけです。面白そうって言ったどめっちゃ面白いってなって、そのシリーズを買うようになって、攻略動画見たいって思ったけど、みんなパート1しか上げんのよ、やっぱ初日は。小出しにしてから。なのにヒカルさんは、もうなんかパート4くらい上がってん。早っって思って、そっから、やっぱニーズに合わせてきたっていうか、すごい俺ヒカルさんのことなら何時間でも喋れるんですけど、 やっぱ実況動画ってやっぱり律儀にみんな毎日投稿で一本ずつ出すのそういう常識を破ったっていうかね。1日5本から15本投稿って。質より量で攻めるのでまあ受けたっていう。うん。すごいっすよねあれは。質より量。一日何本まがまの。あの人より早い人見たことないです。はい。動画更新速度最速です。すごいあれはね。うん。 ま、だからってのもね、トーク力も、まあ、聞いててなんか不快になるもんじゃないしね。っていうので、どんどんのめり込んで、実写チャンネル俺は、まあ、登録者があの一番少ない時から一応見てますから。一番少ない時って何かわかんないですけど、実写チャンネル初日から俺見てるんだよね、ひかるさんを。で、ひかるさんが、え、こんな大物になったかって思いませんでしたね。実写見てっかみたいな感じでやって。うん。まあね、こうっていうのやめろ。 であ見てっかってやったらすごいでかくなったんですよ。やっぱ愛着がすごいんですよ。俺ヒカルさんに対しての。やっぱずーっと、なんか、ああ、実写チャンネルからやるのか。まあ、人気になるとかのかなまあ面白いのかなって思ってあ結構面白いなって思って。いい動画だなーってなったわけですよ。で、登り詰めて、すごいとこまで行ったわけですよ。プレゼント企画が浸透するようになった。とか言ってね、まあ炎上しちゃって。 まあいろいろあって、まあ炎上しちゃって、まあ、今は、まあ復活してってとこなんですけど。うん。まあ結構ね、まあつまんなかったですよ。ヒカルさんたちがいなかった YouTube 界はやっぱりその滑走剤みたいなもんだったんですよ、ヒカルさんたちってああやって煽りやって、そのアスレチックや変顔が日本を代表する動画なんですかみたいな感じの煽り合い。 で、やっぱみんなが活性化していったんじゃないかなって思う。うん。いつまでも大田去ってんなよ、みたいな。魔法田さんに行ったりとか。それで、おお、これ調子乗ってる。でも俺も頑張んなきゃ、みたいな感じでみんなが、滑走材みたいな悪い雰囲気でもあるけど、頑張ってくれたんじゃないかなと俺はポジティブな感じで思うんですけど。でもまあ、すごい悪者扱いされてね。まあ、悪者なんですけど。 でも悪者なのかもよくわかんない。僕にとってはすごいヒーローですけど、ヒカルさんが。うん、で、まあ耳かきしながらやるなって。まあ面白いってそういう独特な魅力がある人ですよね。魅力がある人。独特な魅力って。まあ魅力がある人なんでだんだん惹かれていったってこと。だんだん心惹かれていくってことね。まあ、ラファエルさんですね。 すごいハマりました。一番ラファエルさんの最初に見た動画が、10年以,外以内に YouTuber はという職業なくなるって、はぁ、あ、何こいつ言ってんだ低評価から始まりました。そっから、あっなんかどっかで見たことあるっていうのを見てたらもうハマりました。やっぱり、ラファエルさんって言ったら男のロマン。のグラップラー系と言われるのを開拓した。そ グラップラー系って,ってまあ武器を紹介したりとか、ね、鉄バット、鉄バットを足で折ろうとしたりとか、やばいよね、頭いかれてるよね。軍人だからってね、超人しかできねえわ、そんなもん。とか、武装色って言って、マッキーでここを塗って、コンクリートゴンってやって、あと、麻痺をこう注射みたいので薬を飲んで、こうやってゴンって言っても、まあ、めっちゃ張り上がったり、マッキーフラッシュを その、脱毛のやつでやったりとか言って、めっちゃなんか変な色になったりとか。頭がしいですよね。で、俺はね、まあ、ラファエルさんが大好きで、僕はね、あの、ひこもり始めてから、ずっとラファエルさんの動画見てたんですよ。でずっとね、ファイアスティック t v でラファエルさんの動画見て、それ見ながら寝てたらめっちゃ親に怒られて、そっから全部没収されて、そっから僕の地獄の日々が始まるわけですよ、まあ。そっから俺は父親嫌いになりましたけどね、っていう、軽く、 自己紹介みたいなのしていくっていう。まあそういう嫌な思い出もありつつ、でも、まあ言う、すごい面白い人なんですよ。いや何、何やっぱブラックジョークがいいなって思うんですよ。そういう。で、すぐ嘘つくじゃないですか。いや、実家美容師なんで、みたいな。絶対嘘でしょ。すぐホラー吹く。それも好き。うん。でも意外に結構ね、真面目っぽい、本当っぽい、マジっぽい嘘つくからね。それもいいところですよね。 ま何考えてるか分かんないとこが好きです。いやーね。その、予備動作なしのボケってやっぱいいじゃないですか。顔の変化でボケが分かっちゃうと、ああ、来んのかなって言って体勢が出るけど、もう顔が一切変わんないから、いきなりなんか、板チョコゴーンって割るシーンとかあるじゃないですか。あれとかで割れちゃいません。だから予備動作がないから、ガードできないんですよ、ボケに対して。うん、とか、あともうすごいよね。この、弓矢とかこんな掴んだりとか、常人に、 まあね、一般人っていうね、にはできない。超人を、超人 YouTuber がラファエルさんですよね。で、トーク力でサブチャンネルが面白いわけ、また。あの理不尽ボケみたいな。ボケの一種ですよ、もうあれは。理不尽な、いや、なよお前みたいな。いやこんないな長まで来て、なんで温めずに一回帰んねん、みたいな。まあ、お弁当の話なんですけど。いや、そこは、その、温めますかって聞かないで温めろよ、みたいな。すっげえ理不尽。 いややなねんってお前、一回家に帰ってからそれ食うのかいこんなどういう中で出張来てんのにみたいな。っていうあの理不尽さもね、面白いし、あと決めつけが面白いです。ツイッターであったんですけど、前のサラリーマン男性、あのなんかボスバーガーか、ロッテリア行った時、なんかね、メロンソーダ頼んでる。あーって、これはね、母子家庭とかなんだろうな、みたいな。意味わかんな、みたいな。なんで行くみたいな。そういうのも面白いですね。 あとやっぱサブチャンネルが面白い、トークがね。で、やっぱその、ヒカルさんがね、こうやってなんか言うじゃないですか。いや、こいつ、クッキングチャンネルは収益参倍だからやろうとしますよみたいな感じで。うん。だとなんだっけ ?10 分こいつタイマーまで使って、どんだけ金稼ぎたいねんみたいな感じで言う、あのやりとりです。そうだよ俺は金汚いんだよみたいな、ああいう開き直るところのシーンの一連の流れが俺は大好きです。はい。ピンキーさんですね。 ピンキーさんやっぱね、すごいっすよ。もうザ・天才みたいな感じで言葉選びがすごいよね。動画が面白いし。うん。やっぱ他の YouTuber にはない。うん。言葉遊びみたいなのが多いですよね。寿司ラーメンリクもそうなの。リクくんリクイチがリクさんピンキーさんね。距離を作ってくーっていうボケーシュうと思ってってたけど、もともとめっちゃ距離遠いしな。物理的にも。 精神的にもな。そんな、全然近くないしな。俺は面識あるけど、あっちゃあ全然俺の顔知らねえからな。うん。無料オフ会にも行ったことないから俺。好きって言ってるけど。そんなね、お金は1円たりも使いたくない。ドケチ野郎なんで僕は。好きですよ。でもお金は払いたくないんだ。他の自分の好きなこととかでね、動画に俺はお金一切使いませんよ。俺材料費ずっと0円なんですよ。 ゼロからお金を生み出してんのと一緒なんですよ。お小遣いなんか、一度も使ったことないです。あ、でも機材とかでちょっと使ったことあるけど、それはなんかしょうがないかなって思いますけど。機材なんていい機材なんか買ってねえ三曲だけだよ。なあ。機材とか言えるほどの機材持ってねえよ。なんか、持ってねえよ。みたいな感じのねえよ。みたいな顔がデカキンさんになっちゃう。やだ、デカキン2号って言われるのやだよ。なあ、あんな持ち目の低いやつと一緒にされたくない。 ディスっていや、そんなんか、メグインさんの昔あったディスってグーじゃないけど、そういう変なノリやめろ。いやー、テンション高いですけどね。ピンキンさんはやっぱ、まあ、寿司ラーメンさんに共通する言葉遊びみたいなのがあるんですよね。やっちゃって行きたいみたいな。それじゃないですけどで。普通に動画面白いしね。うん、すごいなって。替え歌とかも秀逸だしね。って言いながら俺、替え歌全然聞かないけど。 すごい人ですよね。うん。吉田典正って人をね、崇拝してるってところありますよね。<laughs> ねめっちゃ、なんか、うさんくさい人。うさんくさい、なんか、ブックマーカー商法。なんか、ブックマーカー投資みたいな。なんか、そんな紹介してる。こんなに月に助けたみたいな。くっそ気持ち悪いサムネタイトル。うん。<laughs> いや、そういうディスリーばっかですけど、うさんくさい人かな。うん、うん、うん、うん。うん、<laughs> くちゃくちゃらーですよ。 めっちゃくちゃくちゃしながら食うのね。それを真似してるとか面白い。うん、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 うん。まあ、ザルそば型、ザルそば型ハンバーグ、カルボナーラ風味っていうね。めちゃくちゃなネーミングセンス。で、概要欄もまた面白いわけですよ。そういう、まあね、の、サイコロステーキってやつでね。うん、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 っていうのもね、いいですよね。くちゃくちゃボケってね。すごい面白い。 面白いです。魅力がある方だと思います。はい。えー、次はってね、次はって言わないと分かんないけどね。夕闇にいざないし、漆黒のエンジェルたちで会ってるでしょうかって言ってもね、返答は返ってきません。やばい、ちょっと待って、休憩させて。一回水止めました。はい。夕闇です。夕闇さんもいいですよね。 えー、神奈川厚木初の信念のない笑いを初の信念のない笑いを軸にして活動してるみたいな感じの信念のない笑いってすごいよねかっこいいなって思いますけどね逆にね信念のない笑いって信念だっけねまあすごいしでも面白いしねすごいお笑いが好きな人たちだから面白くできてる なん,かもうなんかすごい俺上から目線じゃん。そこなんでな、俺絶対嫌われる。俺が有名 YouTuber になったら。前提で話すからな、俺は。俺が話すことすべて俺が有名 YouTuber になったら前提の話だからな。前提として話していくる、うんで。今、夕闇にゃないし漆黒のエンジェルたちで一番好きな動画、まあ、一番好きな動画上げていくか。うん 夕闇にいざないししかい。あ、でも最近だったらやっぱ、最近でめっちゃ面白いなとましたけどね。あのー、なんだっけなあのマジやばい薬手に入れたみたいなですか。あれはすごい、あの編集はすごい面白かった。うん。まあ好き、面白いポイント1。その、どれくらいニッチさんの腕相撲が強いかっていうと、あの室伏さんがね、 お、君やるねえって言って、ここみたいな。ゴンみたいなくらい。って思うくらい強いって <laughs>。でも、室伏さんは強いってことでしっかりとしてる。お、君やるねえっていうね。あの声もいいっすよね、ともさんのね。うん。まあ、そういうのとか。ね。いいですよね。あ、あそこだけじゃないけど。あそれもそ,そういうのとか。あそこは面白かったけど、あれが面白いっすね。あの、ワックスのスプレーみたいのを、 一本使って、やる。リンゴ、かん、その髪の毛固くしてて貫通するんじゃないか説みたいなので、で、ゴンって当たって、千葉さんが倒れて、死んだことになって、リンゴ食って、人間って面白っ,っていうね。<laughs> なんだその、オチっていうのはね。もう様子本当に、もう、まさかの結果に、って、ザ、ザまさかの結果にっていう動画でしたんで。 はい。それ以外で俺好きな動画あるかな。あ、あれだ。すぐ土下座してしまう男がある。すけどあの狂気さね。あーって,って、うん、俺はこれがいいなって。スタバがいい、スタバがいい、スタバがいい,がい,いみたいな感じで。ちょっとね、ちょっと目を離してるもん、土下座してるみたいな。あの狂気さがいいですよね。はい。っていう。俺、だから、にわかじゃないんだぞってことは言わなきゃいけないんですよ。いや、どうせにわかだろっていうことで、しっかり見てますから、僕。 ラファエルさんの好きな動画は、えー、っと、結構最近ですけど、銀の盾をチョコで粉砕する。銀の盾、チョコで粉砕する。だから、銀の盾をチョコで作ってみたって、落ち的にこうやってゴーンって落ちて、ね、家庭環境に絶対問題あったっていう落ちでなんか終わるみたいな。のとか、あとなんだろうなぁ。あと、ディアゴスティーニだ。ディアゴスティーニで、なんか、ターミネーター、ターミネーター的なアイアンマンになれるってやつで買ったんですけど、みたいな。あれも面白いですね、あのコント。 あれも面白い。うん。でもね、そんな俺覚えてるわけないから。うん。うん。あと何個も面白い動画あんだけど思い出せないな。その2つので,で、いや、最初の動画面白いんで、チャンネル登録。登録、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 登録ゴンみたいなやつで、落ちて。は,はやみたいな。あれも面白いですよね。うん。 一人コントがいいっすよね、うん。ああいうのがいいっすよね。やらせって言われるけど、コントだもん。っていう。コントがわからないからねで。上から目線で言っちゃう。YouTube キッズはコントが知らない。コントをやらせて、シュシュシュこうやってね。なんか光る、めっちゃ光るんですよ。俺がすごい速い動きしたら、光を反射させるんです、が。ここここここはい、反射できなくなって、ただ変なことをしてるおじさん。 おじさんじゃないけどな、小僧だよ、どっちかっつって。小僧寿司だよ、俺は。あ、ヒカルさんの、えー、ラバリさんの好きなとこで。ヒカルさんの好きな動画か、つってね。ちょっと待って。もっと長く話したいから、こっちでいい。いやー、疲れた。あー、疲れた。もっとリラックスして話したい。この状態になったら俺長いぞ。ちょっとね。好きな動画はね。えーっと、高う TV の一番好きな動画なんだろうな。 全部好きだよな、高市 TV はほぼ。和むのはほぼ最初にあったお姉ちゃんと、あのー、あれ、この、入れ替えそばみたいな。あれよくわかんねえな。二人羽りしてみたって言うんだね。あの、秀一、あのシュール。あのシュールを生み出せる。あのシュールさを生み出せる、高一さんにこんな時期があったとはって思わせるような。とか、 じゃあ一回見るわ、ちょっと俺まったりでいいんで、この動画3時,もう、ね、3時間くらいするから、もう映画だから、もう映画感覚で見て。<laughs> うん、覚えてるわけないんで、俺はさすがにね。<laughs> 悪い子に見せるための教育ビデオ、面白かったしね。うん、それでそのオチがね、面白かったっす うん、オチがなんかあれですよね10年後にはもう地球はいないん地球なんてないんだよあと対処法シリーズは全体的に面白いですねああ女子の休日再現は面白いです対処法は面白いですよね カツの対処法対処法シリーズは面白いですよね。あとこじつけフリーメイソン。こじつけ都市伝説だった。ごめんなさい。こじふりで、こじふりは面白いですね。ブラックサンダーシリーズ面白いですね。 コンテンドーブリッジ行列インタビューのあの繋がった瞬間は面白かったですね。はい、アドバイスを受けるために悪化していく動画も面白い。 モニタリングのパロディー面白かった。これ、もし突然首、首を絞めて人を殺したらどうなるみたいなの。あれも面白い。意味わかんないもん、まあんな。ね。あ、男3人でクレープ作ってみたっていうの面白いですね。多分だったかな、これだった気がするけど、それかもう一個の方の動画かもしれないですけど、こうやってなんかこう、3人、えー、っと、 孝一さん、谷さん、たこさんで、この、クリームをかき混ぜるけど、こうやって、こう、谷さんが移動するだけで、ずっと谷さんだけがクリームかき混ぜてるとか。ああいうのも面白いですね。日常系動画かと思ったら、ボケを仕込んでくるという。徹底さ、徹底管理。ですねうん。女子の休日系も面白いですね。 全校集会あるあるはやっぱ面白いですね、あんな。意味わかんないですもん。<laughs> あ、一 TV は最高って面白いですね。ねえ。孔一 TV は最高って言ってる、インタビューされてる人の、なんか、 その、容姿と職業が合わない。言ってることと職業が合わないとか。素晴らしい職場に、素晴らしい職場にね、恵まれてすごく嬉しいです、みたいなね。うん。あれは面白いです。あれでね、無職なのにね。<laughs> まだ仕事ついてないのかなって。あ、でも、高一 TV は最高じゃないか。それ、水素水の方だっけな。あー、わかんないな。あと、信用できない言葉集も面白い。あー、もうなんか面白いな。 全部面白いわ。衛星ギャグって結構面白かった気がする。うん。あの時差、あの時差。あの笑いが起こるまでの時間の間が好きですね。すっげえ長えの。不安になるくらい。ああなんか反射してるわ。まあ、出したら聞けない。え、で、明細シガレットは、えー、っと、明細シガレットさんの好きな動画は、あんま下に向けるとね、ここのね、 こういうところが見えちゃうからね。収益化できなくなっちゃうから。えー、やっぱりあれですね。えー、論理的に一番面白いダジャレ。ダジャレは論理的だったのかって。ど、そう、論理的観点から見た一番面白いダジャレって。そ、それにやったらもっと面白かったけど、そういうコメントして。いやー、面白いっすよね。論、いや、俺も、確かにそっちの方が面白いかもしれん。俺の方が面白い。今のタイトルの付け方。論理的観点から見た理論上一番面白いダジャレ めっちゃ難しくするけどクソみたいあれだじゃねえで最後なんかこうやって外人の黒人の人が踊ってるってフィッシャーズでめっちゃ多いの意味わかんねえってで終わったかなと思ってラファルさんが謝罪してるところから出てくるみたいなあと名倉がいるドッキリやっぱり面白いですねこの2つかな全裸系の全裸おままごとはマジックテープのやつがあったんで嫌いです、はい え、ヒカルさんの好きな動画。あー、これなー。難しいんだよな。ヒカルさんの動画があんま好きじゃないことの方が俺は多いんですよ。ヒカルさん自体が面白かったりする。えー、じゃあじゃあ、ツイキャスから一つ、俺の印象深いな、やっぱ、京平さんとのコラボで、あれですよね。なんか、芸能人気取りしとんな、みたいなコメントが来た時の返しが面白かったです。なんで返したか忘れるれたけど。ヒカルさんがポジティブね、なぁ、お前、みたいなこと。 急に悩まないお前みたいな。脳のやりとりが面白かったね。でも、ゲーでヒカルさんのポジティブな煽りがね。あでも、芸能人気取りしてるってことは、俺たちが芸能人みたいなオーラが溢れ出てるくらい、ここまで来たってことよみたいな、あの返し方はすごくいいと思います。ポジティブすぎる。と思いました。えっと、他の動画、ど、どれかな。ヒカルの今も結構好きだったな。ラファエルさんがやっぱ面白い。あの、意味のわかんない、なんか。 海軍、海軍のなんか、やつで全力走りみたいなのとか、やっぱ面白いですよね。あのシュールみたいな。好きな動画どれかなあーで、やっぱ普通に面白いなーって思ったのは、ヒカルさんと炎上軍のトークは本当外れないです。キャバクラのなんかキャバ嬢がいなきゃ最高です。もっとね。で、マックス村井さんとのコラボも結構好きですけどね。あ、ヘ行きました。はい、再生。 いい子来ましたせーせんネオンネオンネオン,ンネオンネオンサインネオンネオンサインネオンネオンネオンサインネオンネオンサイン

どれだっけなヒカルソんの面白いとこあんまねえなあ,あ結構水たまりボンドのコラボは面白かったです普通にデリバリー10万円は面白かったです ここ全部カットしねえからな、俺。うん。 ウォーワー、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 ウォちワー、ウォーワー、ウちーワー、ウォ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 ワウ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 ワワウワワ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  うわわわわ、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 うわわわわ。ライロラ、ライロラ、ノンストップで、ドンストップで、みーのか、みーのか、ノンストップで、ドンストップで、みーのか、みーのか。電源じゃないぜ、みーのか。頂上じゃないぜ、みーのか。みみーの、みーのか。 ミのかでがんじゅののじゅのの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  ヒカルゲームズ突然の脱退から1年の京平さんの動画面白かったです。俺、やめるわっていう。あれ、なやそれっていう。なん、急にやめるっていうのは面白かったですね。ね、ネオン、ネオン、ネオンサイン、ネオン、ネオンサイン。あ、ま、べしゃり食堂は安定で面白かったな、普通に。もう一回、あの、延べ9時間くらいあるんですよ。べしゃり食堂って、合計で。

その3つとかがな、3つを作らればな。うん。で、ラファエルさんね。いや、もうだらだらした動画ですよ、僕は。ちょっとね。うん。じゃあ、ちょっとね。えー、っとね。じゃあ、ちょっと待って、1回やめるわ。じゃあこ、これが1回いろいろ。高う TV から光る編でした。 えー、これから。